ちょん。倒れた。最後倒れた。待って待って、ボンドが足りないかな。いけるかな。皆さん、おはりんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらの、レアゴスティーニさんの、楽しいつまみ細工、42号と43号の、こちらの、ペンタスを作る動画になります。こちらの、チューリップのスワッグはまた別の動画で作りたいと思います。概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではこういったディアゴスティーニさんやアシェットさんの手芸の習慣パートワークものを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速、ちょっとね、怪我してからの久々のつまみ細工やっていきたいと思います。頑張っていきまーっしょい。はい、じゃあ今回の内容が、まず42号の方に入ってた、こちらのペンタスの方の花台紙と花のガイド紙、あとは同じく42号のこのワイヤーが2本分、それからこの黄色いペップと、あと42号と43号で、この 2×2 センチの薄いピンクのこの布が15枚15枚入ってました。じゃあ、まずはワイヤーを切っていくんですけど、ワイヤーを4センチのもの3本と、14センチのもの1本、13センチのもの1本に切って、いつものように花台を作っていきたいと思います。よし、じゃあこれはいつも通りなのでサクサクっと作っていきましょう。はい、じゃあこんな感じで5つの花台ができたら、今回は剣つまみで作っていきます。ちょっとね、今回ちっちゃいのでどうだろういけるかな。ちょっとね、まだ右手が完全復活じゃないので、できるかなあ。いけそう。こんな感じで1回折ったら、今回剣つまみだから、ここにちょっとボンドつけて、もう1回半分に折ってあげる。で、さらにもう一回半分に、ここにね、ここのところにボンドつけて半分に折ってあげれば、これでね、剣つまみになるので、これをひたすら作っていきます。枚数分だから、花びらの枚数が今回1輪あたり5枚なので、 5×5 で25枚分作っていきます。はい、じゃあこんな感じで、お花5輪分の花びら合計で25枚が完成しました。そしたら今回このちっちゃい花台に配置をしていきたいと思います。なので、これはね、マステでこんな感じで固定してあげて、まあ、いつものように、ちょっとサリーは多めが好きなので、多めにモリッとボンドをつけてあげて、この花びら、ここのこの先っちょ、この花びら側じゃなくて中心側になる方を、先っちょだけちょっと切ってあるので、これをこう配置していきます。よいしょ。
で必ずこのね中心側は切った方が綺麗に仕上がると思うので切るのがおすすめです。よし、じゃあどんどんこれを配置していきましょう。よいしょ。はい、じゃあこんな感じで花びらの配置ができたら、次このペップを持ってきてあげて、これをお花の数だけ切っていきます。でいつもはペップをいくつかまとめて、でそれをこの真ん中のところにつけていっていると思いますが、今回はね2つのお花に対してこのペップの玉の部分1つを使っていきます。このペップをもうそのまま乗せちゃうような形になるので、この玉のところ、本当に紐ギリギリのところで切っちゃって、これも全部切ってあげて、よいしょ。じゃあこんな感じで5個分ペップが切れたら、さっきのねちょっとこれまだ乾かしている途中なので、これを動かさないようにしながら、花びらのところがね動かないようにしながらボンドつけてあげて、でピンセットでこのペップを正面向くようにちょんとちょん、やばい外れない、お、できた。こんな感じで乗せてあげます。あー倒れちゃう、ちょっと動かすとすぐ倒れちゃうね。なんかこれさ、ペップの玉の部分がすごい長くてさ、ちょっとお花に乗せた時も長いから、これくらいでいいかも。ちょっと黄色のところも切るような感じで切ってあげて、本当にほぼほぼ丸、まん丸くらいになるようにしてから乗せた方が、よいしょ、こんな感じで安定感も出るし、可愛くバランスも良くなるかと思います。でね、ちょっともう少しこれをそれぞれ切って、このね黄色の部分も下半分、3分の1かな、3分の1ぐらい切るようにして、よいしょ、もっとね短くしてあげて、よし、こんな感じ、ビフォーアフターみたいな感じにしてあげたら、それぞれねくっつけていってあげたいと思います。よし、じゃあ最後の1個もいってあげて、で花びらはまだ乾いてないので動かさないようにボンドをちょんちょんとそれぞれつけてあげて、でこれをバランスよく、そして正面を向くように、倒れないように、ちょん、倒れた、最後倒れた、待って待って、ボンドが足りないかな、いけるかな、ちょん、あ、できた。こんな感じでペップもつけてあげたら、一旦これが乾くまで待ちたいと思います。最後にねいつもみたいにフローラテープ巻いてまとめてあげれば完成なんですけど、ちょっとね今触るの怖いので一旦乾くまで待ちたいと思います。はい、じゃあいい感じにお花全部乾いたので、最後フローラテープを巻いて仕上げていきたいと思います。まずはこの短いやつ、4センチだったかな、に切ったやつにこの黄緑色のフローラテープを巻いていきます。これはね適当な大きさに切って厚さを半分にしてあるものです。なんかね余りがあったので、サリューはこれを使っていきたいと思います。なのでこれをねいつもみたいに、あ、針金がめっちゃ見えてる、まあいいか、今からね巻くのでね、ちょうどこう適当なところ、真ん中あたりで巻いて上にこう押し上げたら、そのまんま、よいしょ、くるくるっとこんな感じで、よいしょ、巻いていきます。長いのも短いのもとりあえずこの形で針金の部分が全部隠れるようにこんな感じで巻いていきたいと思います。よし、じゃあ全部巻いていきましょう。間違えた、まだねこの長いのはこのフローラテープ巻かないでよかった。こっちの短い方が3輪分、こんな感じで茎の部分フローラテープが巻けたら、次は
このお花の付け根から 1.5 センチぐらいのところなので、このあたりかな、このあたりで斜めにクイッと、ちょっと曲げすぎかな、これくらい斜めに曲げてあげます。残りの2輪も同じようにこのあたりでクイッ、こっちもクイッと曲げてあげます。よし、なんかもうちょっと開きたいけど、まあいいか。そしたらこのね、それぞれお花と合わせていきます。あれ、なんか巻いてる、なんかいつもさ、これで長いの巻きながらこれでこれを合体させつつ巻いてたと思うんだけど、あれ、やっぱりこっちにも巻くんだ。巻いてなんかここからくっつけてさらに巻いてる。いっか、いつも通り長いのと巻きながらくっつけていけばいいか。そうだよね、なんで今回2回やるんだろう。よし、じゃあいつも通り長いの巻きながらこれと合体していきたいと思います。そしたらくっつける位置が、この長い方も上から 1.5 センチぐらい開けたところにこのお花たち、こんな感じでくっつけていきたいので、3本つける方がどちら、14センチの長い方が1本、なので合計2つで、こちら短い方13センチの方がこう2つくっつけて3つお花になるようにフローラテープ巻いていきたいと思います。よし、じゃあ大体ね 1.5 センチぐらいをまず巻いてあげたいので、よいしょ、よし、適当なところでくるっと巻いたら上にキュッと寄せてあげて、これでまだ1センチいってないと思うから、もうちょっとだけ巻いてあげて、こんなもんかな、行き過ぎてないかな。よし、いい感じ、 1.5 センチぐらい巻けたらこうやって一緒に持って巻いてあげる。で、これをくる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 一番下まで巻いていってあげる。よし、こんな感じで最後まで巻けたら余計な部分切ってあげて、なじませて、よし、これで14センチの方完成です。同じようにして13センチの方もさっきと同じ位置にお花をくっつけてあげたいので、あ、ちょっと巻きすぎたかな、 1.5 センチこの付け根のところから 1.、 あー待って、もう一回巻き直しだ。これね、一番最初のところが一番なんか巻きづらいんだよね。よし、こんなもんかな。で、クッとして付け根からだいたい 1.5 センチ、まあ、ちょっと行き過ぎた気がするけど、まあいいか、許容範囲でしょう。で、 1.5 センチのあたりにこうお花を2輪持ってあげて、で、これも一緒に巻き込んであげる。よいしょ、最後までしっしっかり巻けたら、よいしょ、ここで切ってあげて、あとはちょっとなじませてあげれば、よし、はい、じゃあこんな感じで今回のペンタス完成です。じゃん、今回のペンタス完成しました。結構見本と見比べてもいい感じにできてるんじゃないでしょうか。結構かわいいよね。よし、ちょっとね、久しぶりのつまみ細工で、しかも結構今回細かい感じだったんですけど、まあ、なんか裏返しにする作業とかがなかったのもあって、なんだろう、今までの1ヶ月ぐらいのブランクを感じさせないような仕上がりになったんじゃないかなと思います。で、ポイントとしてはここのペップ、このペップをちょっとね、気持ち短めに、本当に玉の部分だけを残すような形で切ってあげると綺麗に仕上がるかなと思います。はい、それでは次回の楽しいつまみ細工は、もうね、こっちにあるんだ、こちらのガーベラとなっております。お楽しみに。はい、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの楽しいつまみ細工の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではディアゴスティーニさんやアシェットさんの手芸のこういった習慣パートワークものを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね、評価やコメント本当にありがとうございます。大変励みになっております。
それではまた次回の楽しいつまみ細工の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てね。 See you.